こんにちは元フランス政府奨学学金留学生の田代と申します私は2016年1月から16か月間アッシュセパーリー HEC 経営大学院の MBA プログラムに参加させていただきましたアッシュセはご存知の方も多いかもしれませんがグランゼコールの一つでしてロレアルダノンの CEO またオランの元大統領といったようなフランスにおきます各界の著名人を非常に多く輩出していますその中今回の留学で私が得られたこととして真っ先に挙げられるのが人脈です2016年の1月に入学したのですが私のクラスメートは70名程度と同様のトップ MBA プログラムと比べると格段にその数は少なくまたその70名の半数程度はキャンパスにあります 寮に住んでいたこともあり、朝は授業が始まった時から夜は、えー、就寝まで非常に濃密な時間をクラスメートと過ごすことができましたまたお互いをサポートするという文化も非常に強く根付いておりまして、えー、試験の対策プロジェクトの準備はもちろんのこと就職段階においてはレジュメの準備は出締メの準備また、えー 模擬面接の準備など時には夜遅くまでお互いをサポートしていたことを非常によく覚えていますその中でも特に親ししていた何人かとは仕事をしながらも定期的に連絡を取り合ってお互いにいろんな目においてサポートしていますフランスでの日常生活というのは非常に充実していましたがフランスの食やフランス人のおおらかさ また大人になっても遊び心を忘れないというところが特に印象に残っていますまたフランスの田舎に行けたということもそこに住んでいたからこそできたことだと思っていますパリも非常に素晴らしいのですが私個人の経験といたしましては宇宙地方まで行きまして地元のチーズであるコンテチーズと地元のワインであるバンジョーヌを現地で食べられたということが非常に強く印象に残っています フランスは大きく魅力にあふれた国です。そのような国にはある程度まとまった時間ゆっくりと時間をかけてその魅力に触れるべきだと私は思います応募者の皆様もぜひこの奨学金に応募して魅力があ,るあふれるフランスにたっぷりとその魅力に使ってください最後に選考プロセスに関してですが 面接試験は非常にリラックスした場で行われるリラックスした雰囲気で行われるものでして試験というよりは対話,に対話の場に近いと私は思っていますフランスに行きたいフランスで見聞を広めたいという熱意が一番だと思います皆様頑張ってください